ソフトボールを始めたのは小学1年生で、兄がソフトボールを始めるときに一緒についてって、兄が地域の小学校のチームに入っていて一緒にやらないかっていうことで、小学校3年生の頃に友達に誘われて、マウンドに立つことがすごく怖くて、打たれたら泣いてましたし、一球への執念っていうのをこだわり持ってノックやキャッチボールから意識をして、一球に対してフルスイングするっていうのは心がけてやっています。その一球っていうのはもう二度とないと思うので、下手は下手なりに泥臭く、マウンドに立ったら自分は一番上、一番いい形で試合で投げさせて、気持ちの部分では攻めることを意識して、今のメンバーで日本一になる。勝ちたい。